みなさん、おはようございます。こんにちは。テロップっていうほんとに2日経ってもまだテンションが上がってないですね。はい、ドチャンキュ。いやもうほんとにクラファンやばいって。やれるもんならやりたいです。 YouTube で稼ごう。 YouTube ねまだね収益化なってないんですよね私。だから無理なんですよ。ほんまにもう私がこれを立ち直る方法はお仕事を頑張るしかないんですよ。だから頑張る。不動産へ取り返しに行こう。なんか窓ガラスにちょっとひびが入ってたんですね。でもそれってうわ、アスカちゃん、くまたわ、ありがとうございます。嬉しい、アスカちゃん大好き。今日の公演楽しみましょうね。アスカ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 目指せナムさんって何。ありがとう本当に。4年間住んでたんですよ前のマンションに。で窓のひび入ってたんですけど、私の向かい側のマンションに住んでる人も私のちょっと前に引っ越しされてて、でその人も窓ガラスがこう業者さんが窓ガラス持って行ってて、でそのちょうどミュウとかパパが荷物運んでる、引っ越しの荷物運んでる時あって、やっぱこのマンションなんか地震とかでいろんなとこ日々行ってるやんみたいな。ミュウだけじゃないんですよ窓ガラス割れてるのが。で私その何委託業者、その見積もり取ってくれた人にこのまま何か何か先に「ジュリアちゃん金のクマありがとう」クマクマで、その何か言いたいことありますかみたいな、先に言っときたいことありますかって言われたから、いや窓ガラス何か地震で何か日々割れちゃって、自分で何か割れたマンション割れたんじゃないんですみたいな、ま、向かい側の人も窓ガラス割れててって話したら、なんかそれはなんかその日々が行った時に言わないと、なんでその時に言わないのってなるので無理ですってちょっと冷たく言われちゃって、あそうなんやと思って、でなんかそのマンションのチッスチッスチッス、何やってんの、あのでも誰もおらんと思ったからしまーふわがすねる。でそれでその私が泣き寝入りしてたから23万円、私のお兄ちゃんのお嫁さんがお電話をかけてくれたんです。じゃあ管理会社が2年前に変わったから無理ですって言われたらしい。管理会社が変わったから無理らしい。そんなん無理みたいに言われて、意味わからんないけど、はうざいし、ほんまマジでうざ。ほんでなんかそのさグルなんで、それでなんかエアコンのその見積もり取ってくれた人がなんかエアコンの中もすごいホコリまみれだったんですけど、もうそういうのは見逃しときますねみたいな言ってくれて、それそういうの聞いたらめっちゃこの人優しいやんって思ってたけど、なんかそれも普通に入らへんらしい。あいいよしも普通入らへんらしくて、マジでやばいわほんま。払いたくない、普通に考えて。しかも1週間以内に払わなあかんし。それ言われへんの。お姉ちゃんのお嫁さんが言ってくれたけど、なんか無理らしい。
え、しかもさお風呂とかにさピン止めとか置いとったらちょっとさ錆びつくやん、うんうん、でもいつもみえさ拭いたら取れるんやんか、うんうんうん、で今回さハウスクリーニング入るどうせ入るから拭かずに残してて、うん、でなんかそれでなんかこの汚れも落ちないので無理ですみたいなのめっちゃ大金取られてて、ハウスクリーニングはじゃあ何のハウスクリーニングすんねん、ハウスクリーニングで落ちへんって言っとうけどさじゃあハウスクリーニングじゃあ何をハウスクリーニングするんですか、花見湯が切れてます皆さんどうにかしちゃってくださいハウスクリーニングで3万もなんかその中入ってんのにさ、公園前配信です、そうよな、じゃあ何その3万円で何を掃除するんですか、逆にそうよな、これはハウスクリーニングで落ちませんって何箇所も言われた、はい、退去費用についてアイドルが触れてます横で公園前あでも3万円人見て不当請求やっぱりなめだいぶなめられ資金礼金払ってますよ私、えぐない無理とかは再契約書書かないとあかんかも、え書いてない、えなんかさそのさ退去費用ないと思ってなんか買ったって言ってなかったの、えそう洗濯機とかソファーとかも調子乗って買っちゃった、買わんかったよかったマジでだるはぁ、一応多分もう衣装とかバレてるんですけど一応あの素人だけど舐められてるんや、そう皆さんもね5月のガチうざいねんけど本当に耐えられない、なんとなんと年齢の子たちも私と千尋さんと通達されてない、まこちの3人でだってあのマンションの掲示板に書いてる管理会社に電話かけたらあのもうここで取り扱ってないんでここに電話かけてくださいって言われて、あの言われてだからそのマンションもかずっとそこ変わってないままの電話番号が書かれてる、弁護士え知り合いおるけど退去業者おるで、え退去業者おるで、ほら怒らない、ぼったくったりしてますかあなたあなたもグルですか、そんなことしてないよこんにちは、攻撃場前ついた切れたらめっちゃ安くなる、すぐ、いやうつやね1時間ぐらいマジで1週間以内に払うのつら、5月3日公園行くから、うん、うわやばい買ってほしいな、バックレンのやばいってまやちゃんくまありがとう、ただの人さんすごい金ピカのクマありがとうございます、ありがとうひろもちさん、今劇場向かってただの伊藤さんありがとうございます、もう今の私には身が染みます、ありがとうございます、本当にもうこの何ヶ月かはそのためにもう働きまくります、バリバリ頑張るわ、もう本当に行かせてないで、えガチで来てガチで来てはしない、この間ねん、そうそう楽しかったね、ミュと同じ布団で寝ました、いやほんまだあの言わんとってな、大丈夫そうなんか逆に怪しいなるからそんなねミュとねそうお泊まりしたんです、そうあとなゆみさんとコリリンさんがいたんですけど、カリンさんの家にジュリリン金ピカのクマさんありがとう、マジで楽しかったよ、ほんまにお前ほんまに楽しかった、ほんまに楽しかった、もうほんまに楽しかったすごい楽しかったよなほんまに楽しかったまやちゃんピカピカありがとう、ピカそうカリンさんのうちにあなたはヒーロー無理闇落ちしちゃうヴィランになっちゃう、ミューでお泊まり、お泊まり会ってそうやね、ご飯食べに行って、うん、その後お泊まりした、そうそうそう楽しかった、普通は敷金の範囲内で賄えるはずなんですけど、皆さん、旅館見てくださりましたか、そうですよね、今日はちょっと落ち込んでます、あんまうまくいかなかった自分的に、相手に隙間を与えないための1週間、そういうことな、近重さんみんなでロックオールし見ました、見てくださいよ、消費者センターに相談、ちょっと感動しますよ、ね、あそこに
みゆがなんかもうすごいみんな相談してて、のぞむくまありがとう、ジェリーに誰もありがとう、引っ越したことないな、そうやんな、そうですよね、そうやんな、ちょっとだけ足しに来て、どういうこと、よほど汚く、うん、マジでほんまに楽しかったのよ、ちょっとあんまんなわけないやん、ま、私家綺麗やのに、ジュン、すごいジュン、金ピカのクマさん、そうありがとう、クマクマクマ、難しい、それこそ今日もね、クマまだまだ言うことがあったんだけど、結構押しちゃっててコンサート来れるようにする、ね、押した生放送やからさ、絶対時間制限あるわけなんかで、なった時にこう臨機応変にする力がもっと可愛くしていけばよかった、もうすっぴんの、お疲れ様です、すっぴんのジャージで行ったからやわ、だから舐められたい、マイネーヌさんでもよく生配信とかあるけどさ、ジュン、お会いしたもありがとう、マイネーヌさん何にしても許してくれるやんか、え、マジでちょっとでもテレビってなんかそれを考えるだけでやむ、ただの人さ、金ピカのお城、白白白白、ただの人さんありがとうございます、カリンさんの家の窓ガラスは割れてなかったな、カリンさんの家の窓ガラスは割れてなかった、割れてなかったです、うん、ミュの、え、割ってもじゃ割るわけないや、しかもめっちゃさ、なんか頑丈な窓ガラスやね、あの網みたいな、おうおうおう、割るわけないや、割れへんってもう自然、地震とか来たやん、地震とかもあるからな、そう、なんでミュが地震の割れたやつ払うのやばいな、ほんまに、しかもな、調べてもそういうのってさ、なんか自然災害はその大家さん負担って出るねん、うん、でもなんか お兄ちゃんのお嫁さんが電話した時に、2年前にその管理会社、マンションを管理してる会社が変わったから無理です、意味わからん、意味わからん、なんで、その管理会社がヤバいってこと、変わった管理会社、そうなんて訴えられへん、さらす、さらす、どうしたんですか、フーアですか、あれメイクしてます、フーアメイクしてます、グルッド感染みたいで動物ですね、マンション退去費用って何の、あのね、マンションの退去費用です、生放送難しい、そう、これは4年住んでた、4年、大阪出てきてからやから4年住んでたらしい、やっぱ失敗してもさ、もう終わったもんしゃあないなってなるタイプなんよね、今は必死に頑張ろうってなってます、うん、落ち着けなんか怒ったるやん、優しい、怒ったるから落ち込むありがとう、もう今月の給料ないです、私もうさ、そうないです、でもさ、ほんまにさ、自分がなったら、まあ、無理かも、うん、みゆ泣きそうになりながら前はちょっと寝込んでもうかもしれん、なショックすぎるわ、本当にもう今月の給料ゼロになりました、すいません皆さん、もう皆さん自由に何か、アルバイトしよう、アルバイト、ダメです、絶対ダメですよもし家賃払えなくなったら毎日おいでそれでもあの住んでなくても家賃払わなきゃそうか、なんか、うん、じゃん、お城ありがとう、キラピカの、みゆここに住む、みゆこのお城に住むも、金閣寺、じゃん、ありがとう、みゆ怒りのエネルギー溜まりまくりのパフォーマンスが見る、あかんって、そんなもうメロスとかバチバチになっちゃうやばい、もうやめて、みゆ見てまうやん、そんな、もうやめてよ、もうそんな、むし、あの仕事には出さんようにします、ちゃんと切り替えします、切り替えます、おもろすぎ、確かに顧問弁護士さんいると思います、ひろすけくんもありがとう、そう、今日は置く場所がなくて下からの劇場で寝泊まりした、え、でも今新しく住んでるマンションも2年間住まないとなんか違約金発生するみたいなので2年は住まないか、それはどうなんの、何が悪いんやろ、違うれんやろ、そういうの、はあ、じゃあもう今日はこのあたりまでにします、
タケポン、クマさん、カモさん、ありがとうございます。タケポンしたっけ最近。クマありがとう、みんな優しい。あ、ニックンタワー、ニックン、ニックン、久々のタワーだ、ありがとう。これでみやご飯食べれる、ご飯食べていけます。皆さんありがとうございました。くしゃくさん、すごいタワー。じゃあおしろい姫路城ありがとうございます。金ピカマ姫路城、くしゃくさんありがとう。にまやちゃんもくまありがとう。はっくんもくまありがとう。ほんま皆さん5月はピカピカもまやちゃんありがとう。焼き見に行ってほしい。買ったらあのみんなで国民年金を稼ぐ。国民年金じゃない、球場でしか見れへん。今の賃貸契約2年が多い。そうなんや。公式サイトで5月1日まで期間に物件紹介してくれた不動産相談。え、なんかもう4年も前やからさ、働いてんのかな、ね、その人。開封しないです。結局クレイバーストは帰ってきたら言うとやばい。みんな優しい。みゆが生きていけるように今月給料ゼロになるから。今日の動画終わってるのでマイティーコールしたら無線ギリギリのとこで。はい、じゃあ今日は今から着替えて、お、じゃあグスグスしないといけないので今日はこの辺で。マイティー全く出ずって、はい、もうね、もう今月の月筆引いたよっていうね。顔が小さいですか。私顔小さくないですよ最近。肥大化して出てないんかな。マイナサインいらないものメルカリしな。めちゃくちゃ高額で出したんねん。めちゃくちゃ高くで売ってやる。むーちょさんお疲れありがとうございます。はい、頑張ります。頑張って寝ずにも働きます私。はい、ということでランキング見ますね。闇バイトなんかしないですよ。金ピカすぎません。ミユの服も発光してるし。お、地引き。ではスクショタイムよ。忘れた。ミユはね、あれ、はい、スクショタイム終わりです。カキみゆちゃん、くまありがとう。ひろすけ星ありがとう。かわらー、かわらーさん、たこありがとうございます。はっくん、おしろありがとう。昨日お話し会楽しかったね。確かに来週でありがとうございます。なんかイベントもしてるやん。前とか何これ、イベント参加してた。ゴールデンダルマ祭り現在良い。なんか良いなってる。思ってます。でもさ、庶民さ、もう誰出ても嬉しい。パーティーちゃんしない。なんかイベントも良いなってて嬉しい。ただの人さん、お疲れありがとうございます。そこで推し、本当にお疲れ。自分直筆とか引いた。イベントあったら優勝してる。ま、良いも草、良い草なんやけど。何のイベントこれ。みゆは退去費用稼ぎたいだけなんです。良いおめ、何このイベント。ランキング見ますね。13位ライナちゃんありがとうございます。12位もやちゃんありがとうございます。11位奥村さんありがとうございます。10位のぞむありがとうございます。9位はっくんありがとうございます。8位ひろすけありがとうございます。7位ジュリリーありがとうございます。6位くじゃくさんありがとうございます。5位にっこんありがとうございます。そして第4位たやくぽんありがとうございます。第3位あすかちゃん、昨日も今日もありがとうございます。今日一日楽しみましょう。ちょっとでもおもろいこととかあったら。そして第2位ただの人さん、ただの人さんありがとうございます。今から公演頑張ってくるので応援してください。金ピカもいっぱい投げてくれてありがとう。そして第1位じゅんもコンサート行けなくて辛いと思うけど、みゆのこと支えてくれてありがとうございます。コンサート来れますように。満席とかな、クラウドファンディングできたらやってますよ。途中にお話し会相変わらず急に終わる。はっくん、たこありがとう。あ、順位変わった。言ってくださってるのは、こんにちはウエスタンさん。
川原さん金のタコありがとう。第3位がハックン。ハックン、ハックンもね昨日お話し会来てくれてありがとう。なかなかレアですよ。もっともっとこれから仲良くなろうね。ありがとう。第2位ジュン。前髪固めてないので、ウインクあげる。ジュンに向けて。公演の時は結構ガッチリ。ありがとう。私第1位ただの人さん。1位おめでとうございます。何回劇場公演出ても緊張するな。ありがとう。いっぱい金色の、どうせならイベントで1位になりましょう。あ、ちょで。ミエが漏れてる。ミエも漏れてる。ミエも漏れてるけど、あ、そういうことな。ちょうどいい感じだった。はい、皆さん、いっぱい支えてくれてありがとうございます。これでちょっとあの、まだ心は傷んでるんですけど、ちょっと公演頑張れ、くじめらが公演頑張れる気がします。はい、いや頑張る、頑張ります。はい、皆さん本当にありがとうございます。今日からもう毎日配信したいレベルですね、私は。はい、かあの稼がないと生きていけないので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よくゆつかさん、ありがとうございます。